はい。いえ。はい。したことなさそうだな。大したことなさそうだな。
なんか寂しそうな村だな。よっ、ブルマさんいるかな。大したことなさそうだな。大きいな、虫の都は。よっ、やあ、よし。順調、そんなもんです。はっ、やっ、はっ、やっ、うはっはっはっ、うん、順調順調、そんなもんです。
いい感じだな。いいぞ。あの、おう、ああ、いいよ。ありがとうございます。はい。はい。ありがとう。いえ。ああ。あの、はい。あの、ああ、どうです？おう、いいぜ。ああ、なんと。いえ。ありがとうございます。ありがとう。誰か一丁、あいつがバビディっていうやつか。いえ、違います。誰か出てくるぞ。ドブラ、バビディのやつ、暗黒魔界の王まで手の内に入れてしまったのか。え、ドブラ、
トチで、そうです。ということは、あのちっちゃい方が魔導士バビディなんですか？そうです。力は全く非力ですが、恐ろしい魔術を使いますので決して侮ってはいけません。バビディの一番恐ろしい魔術は、相手の心の中の悪や欲につけ込んで思いのままに支配をしてしまうところだ。だから私たちはお前たちのように心に悪を持たぬ者しか戦うことはできんのだ。ほうほう、こいつに満タンのエネルギーなの。よくやったね。これで魔人ブー復活にかなり近づいたよね。これでもうお前たちは御用済みだよ。ぷいぷい。はい。やっぱし僕の計算通り、ヤムーたちはたくさんの餌を連れてきたようだね。ずっと昔、僕の親を殺しちゃった海王神と一緒に。海王神とキビトのエネルギーは使えないとして、3匹ほどは素晴らしいエネルギーを持っているようですな。あの3匹以外のクズをお掃除して宇宙船に戻ったら、奴ら必ず追ってくるよね。そこでエネルギーを吸い取るのが一番確実だよね。なるほど。そうだ、海王神はお掃除しないでね。海王神はこの僕が後でじっ…わかりました、バビディ様。じゃあ任せたからね。はっ。さて、やるか。キビト、くそ。なあ、うわ、しまった。触ってはいけません。二人は石にされてしまったのです。ダーブラが死なない限り元には戻れません。なんだ、あるんじゃねえか、そんな簡単な方法が。とっとと帰るんだな。バビディ様には誰も逆らえんのだ。行くぞ。お待ちなさい。お父さん、やつを倒してクリリンさんとピッコロさんを助けなきゃ。Thank you.
なんだここは。やけにさっぱりした部屋だな。気をつけてください。何か罠があるのは間違いありません。あなたたちにだけ何も攻撃しなかったのはどう考えてもおかしい。悪いな。俺たちはじっくりと待つのは苦手でね。バビディ様がおられるのはこの一番下のフロアだ。ただし残念ながらこの俺を倒さなければ下には行けない仕掛けになっている。つまりお前たちはここでおしまいということだ。いや、多分そんなことはねえと思うぞ。誰からやるんだ。ここは公平にじゃんけんでいきましょう。まあいいだろう。よし、いくぞ。じゃんけんポン。アイコでしょ。お、チェ。よし、まずは俺からだ。一人で戦う気なのですか。当然だ。あんなやつ一人で十分だろ。こいつは本格的なバカだぜ。さっきも言ったがここからはもう逃げられんぞ。お前たちが受けたダメージはエネルギーとしてこの部屋が吸い込み、魔人ブー様の封印された弾に行くようになっているのだ。それを聞いて安心したぜ。さっさと貴様を倒せばエネルギーは奪えないってことだろう。そういうことだ。だが残念ながらそんなことは不可能だな。おしゃべりはここまでだ。早く済ませちまおうぜ。かかってこい。おっと、宇宙船を壊されちゃたまらないからね。パッパラパー。何が起こったの？どこ？ここ。バビディが魔法で部屋を変えてしまったのです。多分あの戦士にとって有利な場所に。それがどうした？さっさと終わらせてやる。こっちのセーフだ。それがどうした。また10倍の重力など俺には何も感じない。
リックシュット、ビッグバンアパバビディの野郎、つまらん相手をよこしやがって。お、見ろよ、下行く穴が開いたぞ。エレベーターってやつみてえになってんだ。そんな、これほどまで。またさっきと同じような部屋じゃねえか。お、シャーシャー、なんだかとろそうなやつだな。あれはもしかして、ヤコン、魔獣ヤコンでは。勝負を早く終わらせるために、これからお前の大好きな真っ暗闇の世界暗黒星に連れて行ってあげるからね。たっぷりとエネルギーをいただくんだ。グホッ、ドイツから食ってやろうかな。オラがおめえの相手だ。まず一滴この分だと、魔人ブーというやつも大したことはなさそうだな。ただものじゃないよ、あいつら。いいです、わかりました。次は私自らが行って差し上げましょう。そして、たちまちのうちに魔人ブーの玉をやつらのエネルギーでいっぱいにしてみせますよ。ダーブラ、お前がやられたらもうおしまいなんだよ。勝算はあるんだろうね。勝算？私は魔界の王ダーブラなんですよ。私にパワーで勝るものなど全世界で存在しません。